で走ったところで逆走、一塁まで戻ってベースを踏み直したドジャース 4-3Wソックス。日時間26日シカゴドジャースの大谷翔平投手が見せた珍プレーに放送席がまさかのおねだりが。25日、日時間26日に敵地で行われたホワイトソックス戦に1番指名打者で先発出場し、初回の第1打席で24号先頭打者弾。しかし、1、2塁間まで走ったところで突然の逆走、1塁まで戻ってベースを踏み直していた。5球目のカーブを捉えるとフェンスを越えるかどうか微妙な距離。右手にバットを持ったまま走ると一塁を回ったあたりでようやく手放した。しかし二塁に到達する前に回る右にベースを踏み忘れたとベンチから指摘があったのか戻って踏み直していた。踏み忘れてはいなかったが慌ただしかった。地元放送局ネットロサンゼルスで実況を務めたジョー・デイビス氏は珍プレーに大興奮。一塁を確実に踏んでいるように一塁へ戻りました。大谷はベースを踏まないといけませんという感じでしたと伝えた。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏も一塁を踏んだかな、ベースの感触はなかったなぁという感じでしたねと続けた。さらに、ハーシュハイザー氏は、2回ベースを踏んでも問題ないが、踏み忘れるとアウトになると指摘。デイビス氏が、もう1塁打追加してもいいですか?と真面目な口調でおどけると、ハーシュハイザー氏も、ははは彼は5塁打をマークしましたねと笑った。大谷はリーグ最多の198塁打をマークしている。フルカウント編集部。